当初就是之前你应该出家的那一梦啊他你应该可以压在那个人我的可以压在那个车上都可以压在那个马上呢怎么不懂不懂我还能够一点感谢你我的马上呢不懂不懂我还能够一点小的小我还能够一点そういった力がね、この生命の実物です。で、そういうような、あれは全くこれ、そんなね、お釈迦さんが80歳って言ったって、そんな、80年の話じゃないんだ。本当に、時間以前だからね。そういう、うとむと分かれる以前というのは、また時間以前、空港以前、一切、その、一切の時間、始まる以前、そういう力、そういう力をね、今ここでやるっていうのがね、今ここでやるっていう、その行が、そういう、その空港以前、もうあの実物を今こう出現させるんだから、だから親である私は若いどうせところが生まれ出てきた子はもう空港遺伝というそういう子供が生まれる医療っていうものはそういうもんだねだから、うわぁ、ね、必ず不祥にしろ。しわしにあらなるにあらず、ふわふにあらなるにあらず、まさにしわごうなり、ふわ不祥ないとなろう。世の不信になろうって驚くことなかった。世間じゃね、その、これ、ここにこう出現させる、の、行ってな、これがもう、若いと思う。そして出現してきた子供をあのそれが年寄りって言うとみんなびっくりするからそうじゃないで生命の実物ってはそういう矛盾したもんだね子供が若くて親が年寄り世の不信なるはほっての字なりそういう世の中の人がまあ頭で考えてそれは信じられないそういう不信もほっけの字だ本当の一つの生命の実物のあり方だだからそういう不信というねマイナス面でさえも生命展開として見なきゃいけないってことだねこれをもって一時物流を天目決すべきだから何者についてもここに仏様を称するそういう一時物流というのは仏様をここにいらしていただくというそういうつもりで天目決しましょう天目決という行ですよ行じなくてはいけない会議後に言うに転ぜられて自由し物資知見に転ずられて自由するこの天ポッケの時ポッケの真もあるないこの自己が自己の生命の実物に深まっていくこの会議後にそれで現れるそれからまた仏の知見に引っ張られてまたここに現れるそしてこの自由して実際に行ずるというのはこれが天ぼっけの時ほっけの心があるこれは結局ほっけがほっけを展開するわけだで心のほっけあるなりであるいは花房というすなわち空中なりこれまああの理由の菩薩は花房空中に従するってさっき話しましたねそっから来たところが花房って言うとね大体は情報空中であって情報が空中であって花房は地中じゃないか
だからね、生命の実物っていうと、そうすると、全く、滅多にである。
無差別なのかっていうとそうじゃない、こういう生命の実物が同時にね、この山荘を鳴らしむるとか二木鳴らしむるとか、この山荘二木っていうのはね、法華経の薬草場に出てくる一つの雨が、同じ雨がね、三つの小の薬草、中の薬草、上の薬草、こう薬草って言ってもいろいろの草もいろいろ大きい小さいがあるでしょ、そういう上中小薬草をそれぞれに伸ばす、それから二木っていうのは大樹と小樹と、そういう大きな木も小さい木も同じように、たった一つの雨が降るとみんなこうそれぞれに伸ばす、生命の実物、一切分離以前の生命の実物を今ここで行ずるということはどういうことか、要するにそれぞれそれに応じた本当の生き生きしたこの働きをするということだ。で、無覚と待つべきにあらず、無覚と怪しむべきにあらず、だからコロッとさ固まったね、固定した悟り、これ悟ったってそんなようなあざとい話じゃないんだっちゅうのね、そうじゃない、本当に生命が生命になって、それぞれに本当に働いて生き生きと働いてくるっちゅう、そういう話で、次は悟りないのかっていうと、無覚と怪しむべきには決して無覚じゃない。それで自転にして発母体になるとき、すなわち南方なり、この領土をもとより南方に得する領然、領然必ず面目けない、このね、またあれなんですね、自転して発母体なるとき、すなわち南方なりという、これは法華経のね、大場法に、この前もお話したと思うけれど、竜女がね、南方の竜女、悟ってるという話だった、そんなバカなことはないって言って、いや、この一瞬にして悟るんだ、そしてあれなのに竜女がね、その仏さんに玉を工事をね立てました、そしたら仏さんがそれを受け取った、そして今世尊に我法事を建てます、この時年やりないやってこう言ったところ、それは早い、我が成仏それよりも早しって言ってね、言ったと思った途端にね、竜女が南方へ行った、竜女骨年の間に返事で何しとんの、これが返上なしじゃない、これもう女の人はそのままじゃ成仏できない罪がある、それでその成仏するときには必ず返事でない人なる話が魔法経上に出て、それで返事をない人、それで竜女もたちまちにない人なる、そしてすなわち南方抜く世界により法蓮華に出して東照が向上、あまねく十方一切修行のために両方を解く、たちまちにね、だから今ここにいた竜女が何歩はパッと行っちゃって、そうして男になったと思ったら抜く世界、全く汚れのない世界、そうして成仏してね、女房を解くことが、それがだから自転にして発母体になるとき、すなわち南方なりというのはね、今我々が本当に
精霊の実物に帰った時、パッともう帰った時、その時もうパッともう南方世界、無垢世界に行っちゃってるんだ。例えばまあ修行者がもうあれですね、これから酒飲みに行こうかなってね、もう言ってるんだけど、まあしかし今日は何年の日だから、まあやめようってこう生命の実物に帰ったね。そしたらもうたちまちその無垢症状のね、もう南方世界のあれですよ。もうだから発心の百千万のがあるんでね、実物にいつでも帰るんで、それ以外ないんだ。あれまでだから、あの色気なくすって言ったって色気なくなりゃしないんだ。ただその色気に引きずられないようにっていうだけだ。もうそれだけが百千万の加発していく意味があるんだ。それでその時にすなわち南方なんで、この浄土をもとより南方にする霊山なんだ。霊山っていうのは法華経を説かれた行事禅のこと、天目家の道場だ。だからこのところは結局ね、まっさらな、我々がいつでもまっさらな生命の実物に立ち返ったとき、それが天目家の道場だ、ね。例えば、今我々が座禅してる。そうするといろんなことを思い出すじゃん。思いがある。そしてうっかりすればその思いを追っていっちゃう。ところが、あ、俺今座禅してるの。また座禅に帰る。これ覚醒だ。発心だ。発菩提に来た。その時にまっさらの、この生命の実物。これが天目家の道場だ。道の行ずるっていうことはそれなんです。座禅はだから、思いがなくなるわけじゃないね。ただ、その座禅の生命の実物に立ち返り、立ち返りって、これを百千万の加発する。それ以外。そうすると、それが行善。行善必ず、天目家なり、この、その道場っていうことは、行ずるっていうこと。で、虚空に集営する実行物の愛、これ天目家の分身になる。すでに実行物度と天目家する。一味人のいるべき心なし。これ大体ね、人実法、その、国空地の人実法の場な、この、一つの場ですね。その場は、これ、生命の実物の旗がいかに働くっていう場なんですね。だから、そうなってくると生命の実物の分身でしかない。我々方から、その、座禅だけが座禅みたいな。転造するときは転造がこの生命の実物の分身だ。私が、例えば、飯を炊くって言ったら、まあ、飯炊きが私の生命の実物の分身だ。私も、まあ、転造長くやってるけど、そういうつもりでやってるわけだね。で、まああの、人生料理の本っていうのも書いたけど、あれにも、出会うところ我が生命、これ我が生命の分身だもん。で、虚空に集結する立法物の愛、これ結局人立法、その我々の住まう場は、すべて我が生命の分身だ。で、すでに実行物度と天目です。一味人のいるべきところなし。だから全て、そうなってくるとね、全てが実行物度で、私の生命の分身でないものはないんだ。そういうつもりで働いているときに、一味人の入る余地なし。いわゆる、他人は入ってこない。他っていうものはありえない。全て自己の生命の、分身だ。これはだから、まあ昔の言葉でや、もし人
心を知り得すれば大地に寸度なしって言葉があるけどね、これも言葉として考えててダメ。そうじゃない、今我々がいろいろなことをして日常生活で働いている、この日常生活の働きの場が私の生命の実物の働きの場だから、この他人はない、みんな私の生命の分身なんだ、そういうつもりでね、出会うところは生命です、そこでもって働く。で、色即是空の天目系は脈体脈質にある、空即是色の天目系は無生になるべし。あれこれはこの前もこれ書いたけれど、これが沖縄のいう大切な、一番大切な言葉だと思いますね。妙来妙立地点、三外四祖、無生、脈体脈質、脈無在性、流脈動作、金曜日風曜三来天皇三来、これは如来十四本に出てくるんですかね。如来は如実に三来の層を試験するに、如来は如実に三来の層を試験するに、生じの母子は胎、母子は質、あることなし、また財政および熱度のものなし、実にあらず子にあらず女にあらず意にあらず、三害のごと三害を見ず、結局法華経はあれですね、仏師知見の開示御入のために仏様は現れたんですよね。これが一番法華経の初めに出てきた、その仏師知見、仏の知見とは何か、これ結局の話、如来は如実に、如実にというのは実物そのもののごとく三内の相互を知見する、仏の知見、生児のもしは体、もしは質、あることなしでね、生児の出入りがないっていう、で来世および滅のものなし、生きるっていう、生きてるやつもいなきゃ死んでるって、死んでるってやつもいないんだこと、そして実にあらず、子にあらず、女にあらず、意にあらず、三害のものと三害を見る、三害というものはね、三害としてあるように思っていないっていう、これがだから色即是空の天目系あり、色即是空っていうね、いう限り出入りなしだ、
약탄 약구시나 약탄 약구시나 그러니까 그속부대신도 행복해 하려 그로서만 교두룩하기 소지야 財政と言うべきにあらず、滅度と言うべきにあら生存だけじゃない死っていうのは死だけじゃない。これはあれですね、大体仏教っていうのを私もだんだん心になって仏教ってそういうもんなんだなっていうことがだんだんこうまだもっとはっきりさせようと思ってるんだけど、だんだんはっきりしてきたところね、 仏教にはね、生じゃないんだ、大体。生じは名字のみあって、実あることなくて、大事ドロンの言葉、この前もいつか話したやつの。生じってね、普通は一体死んだってあるもんだと思ってるじゃない。ところが、それは名前だけであって、実にあるもんじゃないんだ、ね。これが仏教の根本だ。 生きてるというのは生存的幸福ばっかり追求してんだからこんな死ぬってことは大事なんだ。ところが本当は仏教の生命の実物ってのは生と死と分かれる以前、うと無と分かれる以前、これが生命の実物なんだ。こうなったらね、生じってものは本来あるもんじゃないんだ。 だから生じと虐待なくしつつあることなし、で財政および滅のものもない、これが根本ですね。これだけまあこれは大切なことだから、まあお互い一生懸命どこまでも見つめていきましょう。私もまあこれだんだんそれが深くなってきたわけだ。 これってね、そういうようなことはない。ただ深さ、深さっていうのは合格不合格ない。だから悟り終わったってことはない。どこでも深さ、ただこの深さを深めていく、それ以外ないです。で、我に親友ならば我も彼に親友ない、 親友の来門を忘るべからたる故に、刑事をも当たうくじでよくよく偶然すべし。これはね、その500弟子5人のありますよね。これも前に安楽行 刑事をまあ当たうっていうのは安楽行から、エジュはまあ当たうっていうのは500ですよね。要するに、その貧乏の人がね、昔の親友に出会った。こうして、お前はそんなに落ちぶれてるのか。 一緒にまあ飲んだ。そして飲んで、ごちそうをたくさん食べて。で、まあ、元気でやってくれって言ってたところが、貧乏の落ちぶれた方が、しばらくぶりに酒飲んだ方が、息になって寝ちゃったわけだね。ところが片方の金持ちの方は、国の用事で出かけなくちゃ。 それでまあしょうがないから、この貧乏人のために、着物にね、宝を縫い付け、そして、これさえあれば、彼もそんなに貧乏しなくていいって、それで旅立った。ところが、その貧乏人の方は、姉さん、 まだ腹にしてないって言って、うなぎ屋のあれみたいなもん、太鼓持ち。バカにしてやろうって言って、
それでその払いのためにまた一生懸命働かなくちゃならないんじゃないかってわけでね、ぶつぶつ言ってた。ところがそれから後しばらくしてまたぱったりだ。まだお前はそんなことしてるのか。いや、お前のこの前もあれ死にしてもう払いさえもしてくれないからなお貧乏してたってわけだね。そしたら、なんだお前この着物にちゃんと宝が縫い付けてあるんじゃないか。そして見たら本当に縫ってあったんですか。それがまあ我に親友なるは我も彼に親友なる親友同士。これ我と仏さんと親友同士なんです。お前私とお釈迦さんと親友同士だ。十方仏の中っちゅうね、これあれをちゃんと縫い付けてくれてるんだ。ところがその十方どっちどん転んでも私は自己は自己の生命の実物を生きてるんだっていうのを見失ってさ、それでみんなアクセクアクセクあれしてるだけなんだ。それをまた親友に出会って、よく見ろお前のその着物にちゃんと縫い付けてあるじゃないか。よく見たら、ああ縫い付けてあった、こんな宝を持ってね、俺は恨んでたんだっていう、そういうことですね。だから結局ね、仏さん今我が生命の実物っていうのはね、無を勝利、勝利あることなしなんじゃないか。それを みんな見失ってる。勝利あることなしで、それが生命っていうもの、本当は。その無を勝利、勝利分かれる以前、うとうと分かれる以前、そういう力で事実生きてるんだから、それを本当に、ああ、あったあったって、それが未来。で、親友の来訪を忘れるか、必ずあるにね、これ、親友は、お釈迦さん中親友は、私に、ちゃんとそういうのをさ、尽くしといてくれたんだ。そうしたら、私もお釈迦さんに、ありがたいっていう、そういうつもりを持って、その宝を使わなきゃ。で刑事をも与う、エジも与う、エジも与うの時点で、よくよく従順すべし。この刑事っていうのはね、天人女王。これはまあ、アショカ王みたいな王様だね。これは、戦いに行け、勝つごとにね、いろんな、象だとか、馬だとか、車だとかね、エッグや財物などを与えて、両方、その巧妙な家来に喜ばせて、しかしたった一つね、自分の曲げにつけているね、この玉ですね、これだけは与えない。そして最も勇ましい働きを成した者に初めてこの刑事を与えるんで、いわゆる仏さんでもそうなんですよね。仏さんも我々本当に仏にために働くっていう、そういう時に仏さんが与える。でそういう施設をよくよく探求、偶然すべし。ここのところはこれから以後はまた長くなれば、今日のうちに全部やるつもりだったんだからやるなかった全然まあ今日はとにかくここまでにして、仏典に放送になる点も手ある大丈夫です。